かるかな。シャクってね、一口サイズ、これね、美味しいですよ。いただきます。うまい。どうもー、たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はですね、こちら、今日はね、長野県軽井沢町、こちらにね、来ております。で、今日はね、旧軽井沢、こちらにね、ちょっとね、街並みをちょっとね、歩いてみたいと思います。それでは、ちょっと行ってみましょう。はい、こちらね、これが本物、おいしい自家製ハチミツ、試食してねってことでね、こちら天狗屋さん、旧軽井沢1号店に、やってまいりました、ね。さて、ちょっとね、中を見てまいりましょう。こんな感じでね、試食のコーナーも、充実しております。はい、こんな感じのね、蜂の巣でございますよ。はい、はい、こちらでございます。ね、オオスズメバチ、こちらね、結構テレビとかでもね、話題の、蜂蜜の中にね、このね、大きいスズメバチがね、こんな感じで入ってるんですよね。はい、ちょっとね、こちらちょっと、こんな感じでありますよ。でね、中はね、こんな感じでね、すごい蜂蜜がね、どっさり、並んでおります。でね、ちなみにね、これ蜂はね、食べられないんですよね。蜂食べたってすごいことですよね。ちょっとこちらもね、ちょっと買ってみましょう。はい、じゃあね、こちらのオオスズメバチのね、蜂蜜、こちらね、ちょっと、試食させていただきます。こちらでございます。おお、かなりね、粘度がね、濃い。じゃあ、いただきます。甘い、うん、おいしい、うん。はい、ということでね、帰ってまいりました。でね、これがね、買ってきた蜂蜜でございます。じゃじゃーん。これね、商品名がすごい、蜂蜜命をかけてるってすごいよね、やっぱりね。このね、やっぱスズメバチすごいよね。これとね、戦っていくわけですよ、本当に。うわ、これね、マスわかるかな。じゃあね、ちょっと早速なんでいただいてみます。よいしょ。これね、なんかすごい、ものすごい効果があるみたいです、この蜂蜜。はい、じゃあね、続きを、ご覧ください。どうぞ。はい、続きましてこちらですね、薄い峠の力持ち、東屋さんに、行ってみたいと思います。いろんなメニューがありますね。はい、なんかお腹空いたからね、ちょっと、食べてみたいなと思います。はい、こちらね、注文してみました。こちら、あんこの、力持ちでございますね。こちらが、名物の力持ちでございます。で、アイスコーヒーとあんみつをいただいて、ちょっとね、お腹を満たしていきたいと思います。よいしょ。はい、こちらのあんこの力持ちをじゃあいただきます。うん、あれ、ものすごい柔らかい、これ。うん、
おいしい。こちらのじゃねクリームあんみつもいただきます。よいしょ。美味しいな、やっぱり秋はいいですね、やっぱり。うん、これね、ものすごい一口サイズでね、すごいね、食べやすいです。うん、このね、あんこ多めでございますよ。うん、はい、完食でございます。はい、こちらね、力持ち松葉屋さん、軽井沢にね、来た際はね、皆さんね、ぜひ、来てみてはいかがでしょうか。ということで、たけちんチャンネル、また。この動画が良かった方は、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。